皆さんこんばんは。キングダムカムデリバレンスやっていきたいと思います。さあ、前回ロード中に固まってしまいましてね、まあそもそもこの人たちがここで戦ってた時点でちょっとなんかやべえなと思ってたんですけども、結局消すしかありませんでした。強制終了みたいな感じですよね。なので再度ね、前回寝たところまでのところから始まりましたので、これでぜひできるとありがたいですね。As long as you've got the enrollment stake, Sarnish's rule is every contestant has to put up 80 groschen. 大丈夫かな? Of course. Here you are. What's your name? I'm Henry. From Scalas. I'll make a note of that. And I need to know what weapon you choose. Longsword です。Longsword. I reckon it's what I'm best at. Good. Get yourself ready. You're next in line. 大丈夫かな?またロード画面で固まりすぎちゃうと困っちゃうんだけど。お。The arena now will be Jake the Steak, a brewery hand from Ratai. Do you measure his skills against Henry of Scalets from the company of Sir Ratai Kabla? Welcome our warriors. So. All is prepared for the first duel. We will witness a duel with longsword. 対決だ。トップ。ティオティオホッホッティオホッティオホッティオホッよしファッカーうわっおいって危ねえいって危ねえなうわっほっティオフロほっコントフロティオ押せティオほっあぶねフロほっあー、いて。ティオ。おっと、あぶね。いけ。おっと。うらっほっほっあーきついねいけガッダムほっよしほっおっと危ねえうらっいいよほっ危ねえおっとやられたねいけうらうらつけつけうら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 おおやるじゃねえかうらいけつけうら頭おうらうらうらよし強かった。 HP 全開にならねえのかな。あ、 HP 全開だ。ウォーハマー誰だって使ったことねえぞ。ファッケンうらうらあぶれうらうらティアほっコントあぶれほっあぶれむずいなお前おちょっと弱気になっていってうらほっ
使いづれな。行け。振りがちょっとあれだな、やっぱ。流血。うら。あと。うら。ほっ。ほっ。やべ。なんか押した。ちょっと待て。何か押しちゃったな。ほっ。よし。うろうろ、あー痛い、ダメだ、負けた。あ、2戦目よってそういうことか。あー、ショートソードか。おっ、いいよ。おっ、うろ、よし、まだショートソードなら戦えるかな。ほっ、ティア、ほっ、よし、ほっ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 、うん、ティア、うん、入って、うん、離せ、ティア、いやースタミナがやばいね。ガード。ほっ、ガード。行け。ウィッチ。ほっ。うん。ティオ。ほっ。ほぶれ。ほっ。よし。押せ。よし。あぶれ。ほっ、うろ、押せ、うろ、ほっ、うわ、ティオ、うん、ほっ、ガード、カウンター、うん、うろ、あ、いって、おっと、おお、はい、ティオ、前に来た瞬間、見て、ほっ、うろ、ティオ、ティオ、入って、ティオ、ほっ、カウント、よし、あー強い、マジかよ、次だよ、どんどん強くなってくるじゃん。
メイス使いづらかったな、全然。The first combatant will be Stephen of Dvoretz, spearman in the company of Sir Radzik Kobilar. 向こう兵士じゃん、完全に。ステファン。従者ですからね、こっち。Welcome, our warriors. さあ、ロングソードですかね。先手必勝。おっと。おっ。危ねえ。うわ。バラックス。うわ。うわ。うわ。おっ。いけ。おっ。あ、いって。いってえの。やろ。やろ。おっ、おっと危ねえ。おっと連続攻撃。いやー持ってからだ一気に。ゲバン。いきなり強くなりすぎたろお前。うら。うん。おっ。おっ。おっ、あって。危ねえ。よし。うら。うら、うん、あー痛い、うん、おっカウンター、うら、うわ痛い、やられた、強すぎだろ。第2戦目なんだ。ああ、盾とあれか、ハンティングソード。おっ、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 おっと、強いな。あ、ガードできなかった。おっ、あ、痛い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 。なんだ今のその攻撃。うん、あら、何された今。普通にカウンターされたぞ。目的完了。Entering the arena now will be Jake the Snake, a brewery hand from Rakai, and he will face Stephen of Dvoretz, spearman in the company of Sir Radzik Kobilar. クイズとしてはどうなった？なんかここに行くみたいですね。行きましょうか。ただレベルは上がったかな。アジリティが上がんないんだよね、なかなかね。ストレングスが上がったね。大振りはちょっとな。死体や気絶した人を運ぶ際、スタミナ消費、スタミナを消費しなくなり重さも半分になる。追加で持てるようにした方がいいか、これ。学ぶ。これなら、あ、これ装備できるようになったね。あ、両方いける？両方いけるようになったな。こっちだな。これは後で売るとして。これですね。これ装備できるようになったでしょう。まあちょっと重い分に関しては弓を持ってるからだよね。この2つ売っちゃおうか。
まあいい訓練になりました。ただやっぱ難しいね。お、ガードガード上下、あ、避ける、避けるんだよな、避けるタイミングが難しいんだよね。一旦どこ行くんだっけ、ちょっと物撃ってからでいいな。ここならお金持ってるかな、あんまし持ってなかった気がするんだけどね。はい。 Good day to you. What do you need? 買い物がしたい。0.6 しか持ってない。0.6 しか持ってないの困っちゃうな。仕立て屋の道具箱、服とかか。ここら辺買っとくか、1個ずつくらい。はい。上等なワインっていうのは栄養18、活力も湧く。ワイン買っとこうか。で売るので、ちょっと帳尻合わせらんなかったな。まだちょっと重いね。ここの麦屋さんで売れるかな。弓は売れるよね、きっと。剣しか持ってねえかな。刀鍛冶か。Jesus Christ be praised。売れますでしょうかね。いや売れないわ。ないな、ハンティング棒またの機会だな。これも持ってんだな。 99.2 だからまあ大丈夫か。これを移動、あとは武器でハンティング棒。神の救いの上って何か買えるかな。ピアサー1つダメージ。570か。これは剣。一つ攻撃に対して強いか。これにした方がいいかな。これにしようか。月を何気にね対応しますのでね。ダメージもこっちの方が大きいし、月72ですね。これはちょっと馬に移動だな。よし。では、A のとこ報告しに行きましょう。ちょっと敵が強すぎましたね。あれ、ここら辺だよね。近いよね。あ、酒場にいそうかな。あ、いますね、多分。負けました、カポン卿。Well, Sir Hans, I fought as best I could, but it didn't turn out quite how you expected. I know. I have to admit, I underestimated the opposition.
I suppose all the lords wanted to look good, so they sent their best men. But you fought bravely and well. Uncle was quite satisfied with my... that is, with your performance. So everything is all right? Sort of. I told him I was still working on you. And with a little effort, I'm sure I can still turn you into a warrior, the likes of which this province has never seen. Oh, aye. Try it again sometime. Sooner or later, you'll emerge victorious. And then I'll spread tales of your mastery far and wide. That'd make a nice change. 100グロシェンもらった。 One ale over here, please. とりあえず、今日はこんな感じですかね。どうしよっか、なんかやることあるかな。近くでクエスト何か受けれるのがないかやってみましょうか。なんか星印のマークついてるね。あれクネシか。クエスト情報提供者、アクティビティ開始、クエスト提供者、酒場にちょっと多いですね。アクティビティっていうのはクエストとは違う、ああいう闘技場とかそういうトーナメント関係でしょうかね。そうするとちょっとこの酒場行ってみましょうか。この辺りに、あ、ここかな、あれ、こっちかな、この中かな、あれ、あった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 、この人でしょうか、これか、ティッシュ。嫁ぎが必要な人いるか。It might not be to your liking, though, on account of it's the executioner who's looking for someone. At least, that's what I've heard. Of course, folk here don't want to have anything to do with him. Only the more they avoid him, the more they gossip about him. And that's not all. Berthold, our local gamekeeper, was looking for help with something a while back. Why don't you ask him if he still needs help? Berthold, and that's not all. You're the blacksmith's son from Scullet's, ain't you?The bailiff here could probably use you. He's got some jobs for the Scullet's refugees, but he's not sure who's good for what. He was moaning about it here yesterday. なるほど。Take care now. じゃあ、狩猟の方行きましょうか。ここですよね。助けを必要としているそうです。待って、そういえば狩猟ってどうなってるっけ、今、スキル。狩猟スキルは。狩猟まだ4か5になればね受けれるんだけどね。あ、防御、盾で攻撃をブロックすると敵は通常より多く消費する。ウェポンクラッシャー、多く消耗する、これかな。盾でブロックし多く消耗させたいですね。そうすれば結果変わったかもしれないしね。うん。戦闘技能はまだまだですね。斧がちょろっと上がってますね。メイスもちょろっと使ってたから上がってますね。素手格闘も6。印象はまだでしょ。スリとピッキングも。まだでしょう。うん、こんな感じでしょうかね。バイタリティ7、9からだっけ。まだですね。じゃあちょっと狩猟の方話しましょう。ベルトルドさん、 I'm at your service tonight. 仕事終わりませんか。 Any work for me here by any chance? That depends. How's your hearing? What? 耳? I said how's your hearing?
It's perfectly fine. You don't have to scream at me. I mean, why are you asking? Because there is this one little job going. But I need someone who knows the area well and has good ears. You ought to be able to handle that. Fine. So here's the problem. My friend is a birder, and he left a few rare nightingales with me for safekeeping. They're good to trade. Rich gentlemen hang them caged up in their chambers. It keeps their wives from fretting when they're off drinking and wenching. I see. The trouble is, the nightingales are gone. I don't know how, but the birds have flown. Hang on, surely you're not asking me to go flapping around looking for birds? Not exactly. Luckily, their wings are clipped, so they won't be far, and the watchman in the tower told me they headed off toward Vranik. I have traps prepared. It should be easy enough to catch them in those. Fine, but how will I know where to put the traps? I hear they like pine woods, and there's a pine-covered hill just before Vranik. Right, a bloody great wood. That's just why you need to listen out. Nightingales have a distinctive song. When you hear it close by, you set a trap on the spot. They kept twittering away the whole time they were here, so I can remember the tunes. I'll sing them to you. I can't wait. It went something like this. What? People keep birds like that in their houses. It's like the sound a cat makes when you pull it by the tail. You know how it is. The gentry's got all manner of odd tastes. The question is, can you remember it? Can you repeat that? Of course. Remember it now? Yes, I'll remember. Right, here are the traps. Don't forget, once you hear a nightingale, set a trap nearby. You ought to be caught in it after a while. We'll do that. May the Lord watch over you. ということでね、ナイチンゲールを見つけないといけません。ここらしいですね。ここの森で先ほどの声がするのを捕まえないといけないみたいなんですが、とりあえず向かいましょうか。あれ、荷物なんか重くなっちゃったな。そんなに鳥かご重いの？十分なスキル持ってない。仕立て屋は十分なスキル持ってない。十分なスキル持ってない。持ってなさすぎだろう。上等なワイン適度。奇数サイクルもあれだな。はとりあえず軽くなりましたね。ナイチンゲールを見つけないといけません。その前にちょっとね、修理しましょうか。修復不能なのがあるからね。鍛冶屋さん。I'm at your service tonight. 修理したい。クマンの弓。武器は？武器は100ですね。おお、来た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 。ヘブルス行くぞ。じゃあね、鎧血まみれだよね。まあしょうがないか。このクエスト終わるまでだな。とりあえずここまで行こうか。よし、じゃあ道沿いに行きましょうか。意外とね、通り道ありましたんでね。向こうに渡る先がね。あとはナイチンゲールの声を聞き分けないといけません。
どこにいるんだろうね。とりあえず海沿い走ろうか。右側に渡れるところがあるなら早めに渡りたいしね。あ、早速あったね。ここから渡っちゃいましょう。さあ行こう。はい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 。近づいた？ああだいぶ近づいてきますね。ああ引っかかって引っかかってる。よし範囲入りましたね。で、あの声を聞き分けないといけませんね。歩いて回った方がいいな。馬だとちょっと聞こえづらいかもね。うん。広いな。特徴的な声。ん？ま、聞こえましたね。皆さんも聞こえましたかね。聞こえましたよ。聞こえたってことは、あれここか。あれ今聞こえたと思ったんだけどな。あ、聞こえますね。どこだろう。どうやって仕掛けんのこれ。めっちゃ近いな。めっちゃ近いんだけど、どうやってあれ。おい、鳥かごどうやって設置するんだい。ナイチンゲールを見つけろっつってもね、今明らかにこの声そうですよね。めっちゃ近くにいる。あ、めっちゃ近い。めっちゃ近いよ。めっちゃ近いんだけど。あ、めっちゃ近い。これにいるでしょう。鳥かごどうやって設置するんだこれ。離れちゃったかな。違うの、ここら辺じゃないの。あー、いる気まで特定しないといけないのかなこれ。ここじゃないのか。これは？いる？あー、遠ざかった。言ってここら辺だよな。クリア方法わかんねえぞ。見つけたは見つけたけど、絶対これだろう。おい、
か置くわけじゃないしね。え、マジで？せっかく見つけたのに。鳥かご設置なんてさ、ちょっとわかんないね。落とせばいいのか。あ、トラップセット。しばらくしたらつってね。他か。とりあえず行こうか。離れないとね。結構まっすぐ飛んでいくようになったな。ほっ。あ、全然だ。さあて、どっかいるかな。特徴的な声。うん、こっちの方はしないかな。うん、声はしませんね。向こうの奥の方も見てこようか、先にね。声は聞こえない。避けられた。上飛んでったな。構えてるどこら辺なんだろうな。あー、でも大体構えてる先っぽいな。構えてる先のそこ。あ、全然違う。この辺りか。あ、もう下か。下手くそ。マジか。そこ。あ、ちょっとあれだね。思ってるよりも多分左なんだよな。はい、外れちゃった。さあ探しましょう。特徴的な声が聞こえたら要注意です。ここはちょっと外ギリギリすぎるな。もうちょっとか。もうちょっと内側入っていこうか。うん、ナイチンゲールさんやい。どこにいるかね。聞こえないね。雨音で全然あれだな。外っ面じゃいるわけねえな。もうちょっと内側行こう。さあどうかな。聞こえないかな。特徴的な声が聞こえた瞬間すぐですよ。あら、惜しいな。ちょっとずつは修正できてきてる気がするけど。こっちか。さあどこにいるかな。え、でも一匹ずつじゃないとダメとかそういうことない？それだと困っちゃうな。外した。
外してしまったもんはしょうがない。いや回収しないとね、ちゃんと。これ一匹ずつかな、もしかして。そんなことある？さん倒したな。ティア。ほっ。あ、思ったより下行っちゃうな。めっちゃ重くなった。重量型。あれ今泣いてたよね。あれこっちか。あれ今泣いてたよな。あ、泣き声聞こえる？聞こえるね。遠ざかったな。こっちだと聞こえなくなった。こっちか。あ、近い近いぞ。遠ざかったな。こっちか。向こうか。こっちか。ここだな。クエスト。あれ？一個。トラップセット。これで二箇所に置きました。一旦離れましょう。こっちの方行ってみようか今度。ここら辺で鳴き声が聞こえればいいんだけど。聞こえないか。うん。やべえな、あれ山賊かな。あ、声近い？あ、声近いぞ。こっちじゃないか。こっちかな。あ、近い。ここら辺だな。ここら辺だぞ。ん？イベント発生しなかった？回収する？まあ、大丈夫か。 D の位置置いたしね。ちょっと一回降りようか。ちょっともうちょっと真ん中でやろうか。
いいでしょう。お馬さん40ぐらいしか持てねえんだよな。よし。じゃあこれでビーチに行ってみましょうか。ここら辺に置いてるのあったって人とは引っかかったかな。あれ？はい。引っかかったかな。捕獲器、補聴器ってことはこれ捕獲したのか。あ、せっかくだからこれ飲んでみましょうか。暗闇でもよく見えるようになりますと。栄養も5つくし、活力も入るし。よし。あ、すげえ。ポーションの効果すごい。あそこに人いるの丸見えじゃないですか。ほら、 あれじゃなかった、人じゃなかった、人だよね、あれ、人じゃないな。あ、すごいなこれ。夜間偵察にはもってこいですね。これなら夜の狩りも渋りますね。この辺りだっけ。もうちょっと奥か、こっちか。あった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 。もう捕まってそうじゃないですかこれ。よし。はい。よし。じゃあ。ああ、よく見えるね。もう一個こっちだっけ。あ、もう一個こっちだね。捕まってるといいね。よし。もうちょっと先ですかね。あ、あれの近くだったよね。ここら辺か。あ、あった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 。あ、捕まってんじゃないですかこれ。ミッション成功でしょうかね。鳴き声聞こえなくなったもんね。よし。ナイチンゲールを見つけたのでここまで持っていくわけですね。いきましょうか。せっかく夜の目が見えるんですから。なんか声かけてきてますね。山賊かもしれないんで気をつけましょう。はいはいはい。よし、下って下って。よし、先に渡っちゃった方がいいかな。渡れるなら。よし、渡って渡って。あとはこれ道なりに行けばあれ着くんじゃないですか。あそこに ペシェ君のところの方面にね。そこまで来れば。あ、そっか、ファストトラベルどっちにしろできないもんね。夜だからあれだね。しかももう夜でしょ。お店やってないか。見たかったけどね、川。この人たちやってないもんね。あ、
まだトレーダーさんいる？あれ違うよね。相当重いんですよ。あー、長い出ちゃった。ちょっとペシェクに急いで肉売っちゃいましょう。重い、肉が重いんです。God Almighty, has something happened to you? 盗品じゃないですよ。 Did someone steal your fancy clothes? 盗品を売る。 I've got some goods here whose owners might miss them. All right, let's see what we can do about that. この人何でも売れるからね。あ、待って、 24.4 しか持ってない。お肉が、お肉売れないね。マジか。待って、これしかも違うし、これ。お肉めっちゃあるけどさ、これ全部売ったらいくらなんだろうね。やべ、1379って。ペシック持てねえわ。マジか、お金持ってなさすぎだよ。しかもこれ焼かないとダメか。めちゃめちゃ大変だなこれ。取りに来る時間だよ、間違ったなこれ。いや、まあカリウドさんとこ行きましょうか。さあ急いで急いで。まあ結論、鹿狩りめっちゃ金かかる、めっちゃ金稼げるというね。装備も思いのままだな、こりゃ。意外。あれが松明してないとまた怒られちゃうわ。よし。やあ、ここ上がったところ左だね。よし。いねえか。いないですか。アイテムを調理する。調理する。さあ調理したことによって、うん、品質はでも下がってるね。まあしょうがねえか。次の日ですね。酒場はやってるのかな、これは。酒場で売れないかね。重い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 。このままじゃ朝まで待つしかなくなっちゃうな。朝まで待つしかないな、こりゃ。活力ガンガン減っちゃうな。まあちょっとしょうがないですね。栄養も下がってきちゃう。8時間経っちゃったら多分ね、もうお肉の価値がね暴落してるんじゃないかな。お肉どうなった？あ、71だ。まだ売れる、売れる値段だけど。あ、で、いけ、いける。買い取ってくんねえかな。おっと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 。よし。はい。
I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. So, I prowled around for a while, and I have something for you. Wonderful! How many did you get? All three. So that's all of them. Excellent. Let's hope the burden never hears about my little mistake. Let's hope not. Thank you, lad. Here's something for your efforts. 普通の矢とかいらんねえけど、狩猟が上がったな。I'd like you to show me some hunting tricks. Certainly. 狩猟が上がったんなら、これいけるでしょ。I'm interested in more advanced techniques. All right, but it'll cost you. Come on. Now, pay close attention. Take care. よし、レベルアップ。ゲームが保存されました。弓術は？弓術まだまだ3ですね。全然上がんないわ。これレベル5になるまでは正しく弓を握ることができず、発射の時、ああこれどうにかしないとな。ということでね、今回はここまでにしたいと思います。ちょっとね、このお肉をどうにかして売って、次何しようかちょっとまた決めたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。